週ですけど、うん、タモさんと漫才をね、まあやってね、やったのがもう、うん、本当に俺は、うん、いやあれは羨ましかったよ、本当に幸せでした。うん、カッパ巻きくださいのネタ、ね、カッパ巻きくださいっていうのは、うん、あれをなんとか俺は完成させたくてね、うん、完成したで、そう、まあ、うん、要するに水曜ネタ祭りってことになって、うんうん、じゃあタモリさんと俺とでっていう、うんうん、で、まあタモリ、俺難しいなと思ったんだよ。タモリさんって、うん、漫才の人じゃないから、うんうんうん、どうやってその、うん、でも一応ね、ネタ決めたいし、うん、俺としてはね、うん、だから、ちょっと、お時間もらえますかっていうような話をして、うん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 、おうっつって、うんうんうん、で、タモリさんの3日前ぐらいかな、うん、タモリさんの家へ行きましてね、うんうん。で、俺もだから、俺の中であの台本はできてたんですけど、うんうんうん、とりあえず、あんまり紙で渡すのもちょっと、ああ、そうね。なんつうの？わかるわかる。失礼な感じするもんね。そう思うし、うんうん、タモリさんがどういう感じで、例えば小松さんとやるときとかの、うんうん、あれでどういうテンションで作ってるのかわかんないから、ね、で最初もう本当に1時間くらいずーっと雑談。雑談して。家に呼んでもらって、うんうん、いろんな、まあ、いいとものこととかいろいろ雑談してて、で、途中、あれタモリさんってあれですか、小松さんと例えばああいうの嫌じゃないですか、うんうん、ああいうのっていうのは、どういう感じで、やるんですかね、うん、いや、もう全然酒の席とかで、なんとなく、やっぱりそういう感じかと思って。うんうんうん、ああ、どう、あれ、カッパ巻きできますかねみたいな。唐突感が。唐突にね。唐突にね。いいね、うん。カッパ巻き。で、タモリさんは、うん、いや、なあ、まあ、意味ない方がいいよね、つって。うんうんうん、意味ないことやろうよ、つって言うから、うんうん、それは俺も思ってたから、うんうん、じゃあ、一応その漫才みたいな形で入って、その、うんうん、っていうようなね、ちょっと探り探りの感じで、うんうん、なんとなく、うんうん、まあ、大枠作って、あれなんですよ、うん。まあ、なんとなくこう、あ名前だけでも覚えてってください、みたいなことを、ちょっと言って、その、まあ、古い漫才師みたいな感じで、うんうんうん、もういきなりカッパ巻きで、って言って、俺カンピョ巻き入りますんで、なんだそういう感じの、カンピョ巻き入りますっくりした感じで、あ、そうだな、つって。で、それなんかちょっと、足しますかみたいな。したら、タモリさんが、うおっしって、ね、それやってたよね、あれね。だからね、あれね、うん、即興漫才って、うん、思ってる人いるかもしれないけど、うん、全部台本ですからね。ねアドリブなしですから。ねそれがすごいよね、うん。本当にその場で適当にこうね、やってるみたいな。うん、うん。それで、一回だから、ま、ざっくり、その家で、3時間ぐらい話しましたかね。うんうんうん、で、家帰って、俺がちょっと台本にして、うんうん、こんな感じで渡して、で、見てもらって、うん、で、当日、ちょっと早めに入って、うん、メイク室でもう一回合わせて、うん、ざっくり合わせすごいね。うん、で、二人で決めたのは、うん、とにかくもう、終わらない漫才をやろう、つって。うんうん、だから結構作ったんですよ、うんうんうん。で、終わりのない漫才。だからもう、オチなんかいらないんだよ、つって、タモリさん。うんうん終わりなんかいいじゃん。うん、で、俺はそれは、タモさんがすげえかっこいいなと思ったんだよね。うんうんうん、終わらなくていいよ、漫才は。うんうん、つって、うん。あ、そうですね。つって。うんうん、で、俺は、ディレクターに、うん、もう時間いっぱいまでやるから。そういうことなんだよね。CM でぶった切っちゃって、つって言っといて。うん、そうか。で、うん、それでも不安だったんで、ちょっとこっそり、うん、高俊の高に、うん後ろでできれば突っ込んで、みたいな。ちょっと。都市じゃなく、都市。あ、都市、都市ね。都市に、うんうん、難しいかもしれないけど、うんうんうん、後ろで、はいはい、どっちもボケだから、うんうん、ちょっと突っ込めるとこ突っ込んで、つって言い入れといて。いや、だからね、都市の突っ込みはちゃんと聞いてたもん。あ、そう。そう、だから、長々とやって、うんうん、カッパ巻きになってってやって、で、最後のおっさんが、
という名前でって言った時、そこちゃんと突っ込むからね、トシ、でも誰にも伝えてないからな、そのネタは。そうだ、それは言い切ってましたよ、ちゃんと。いいなぁ、でも、タモリさん家に行って、ネタを作るなんて。あとまだあったんですけどね。もう、でも時間いっぱいだった。いや、だから、本当にでも見てって、まあみんなそうだけど、あ、なん途中で終わっちゃったよ、時間なくなっちゃったってやっぱ思って。あれはでも言ってやった。それはもう計算通りなんですね、終わって。計算通り。計算通りというか、まあ、他にもあったけども。本当はもうちょっとやりたかったです。やりたかったけど、まあいっぱいいっぱいになったらもう CM 切っちゃっていいからっつって。